巡回です。あれ今日も遅くまで、お疲れ様です。0時過ぎてますが、大丈夫ですかはい。もう他の社員さんたちはお帰りになられました。はあ、あと少しで終わりそうですか。<laughs> よかったです。 なんだかここ最近、一人で残っているあなたに話しかけるの、お決まりみたいになってきましたね。<laughs> 私のような警備員が、こんなことを言うのは差し出がましいですが、正直心配ですよ。女性が一人、いつもこんな時間までお仕事をされているのは、どうか、無理はしすぎないでくださいね。 それに、デスクのカップ麺とエナジードリンクも気になりますね。大事な体を壊したら、元も子もありませんよ。ああ、すみません。おせっかいですよね。どうか忘れてください。では、私はセキュリティセンターに戻ります。お帰りの際は一応声をかけてください。出入り口、施錠しなきゃいけませんので。 お帰りですか遅くまでお疲れ様でした。おうどうしましたそんなに慌ててお。スマホをなくした。ああ、もしかして、これのことですかさっき巡回しているとき、廊下に落ちていたのを拾いました。おっと。 ちょっと待ってください。これをお返しすることはできません。だってこれ、本当にあなたのスマホでしょうかとても信じられないのですが、写真フォルダに男性とのツーショットがありました。同期の方ですかオフィスじゃなかなか見せない、いい笑顔ですね。楽しかったですか 着信履歴も男性と思われる方に頻繁にかけている形跡がありました。この水道会社というのも、本当は男性なんじゃないですかカレンダーアプリに、土曜はお泊まりと予定が入っていました。ハートのスタンプまで押して、いかがわしい。泊まりで何をなさる予定なんですか 答えられないのですね。<laughs> 勝手にスマホを見るなんてひどい。いいえ、ひどいのはあなたも同じです。その顔はご自覚がないようですね。良い機会です。少しお話ししましょうか。 はい、そうです。防災用シャッターを下ろしました。逃げようとしても無駄ですよ。<noise> 無駄だと言いましたよ、私。裏口のシャッターも閉めておきました。電話回線も、ネットワークも、遮断してしまいましょう。さあ、 お話し合いを始めましょうか。あなたが本当の愛に気がつくまで、じっくりと向き合ってあげます。<laughs> 逃げるんですかまあいいでしょう。鬼ごっこは業務範囲外ですが、相手があなたとあらば、楽しめそうですね。銃数えるので、どうぞ逃げてください。 一応言っておきますが、この建物の構造は、私の方が知っていますよ。ふん、ここか。もういいかーいこの資料室にいるのはわかっていますよ。あなた、 かくれんぼで最初に見つかってしまうタイプですね。あのですね。逃げる時にエレベーターは使わない方がいいですよ。何階で降りたのか、バレてます。そもそも、管理室のカメラで追いかければ一発ですから。勝ち目のないかくれんぼ、本当にお疲れ様です。はい。見つけた。 大丈夫ですよ。そんなに震えなくても。動かないで。口を開けてください。ほんの少しの間だけ眠くなりますが、私がこれからあなたを世界一安全で安心な場所にお連れします。おはようございます。 よほど疲れていたのでしょう。よく眠れたようでよかったです。ここですか私の自宅です。何も心配することはありませんからね。ここはあのオフィス以上に最新のセキュリティシステムで管理しています。ほら、例えばこうして部屋を出ようとすると、こんな風に、ね。 人一人、虫一匹入れさせないから安心でしょああ、仕事のことはもう気にしないでください。さっきあなたのスマホを使って、関係者全員にメールを出しておきました。一心上の都合で退職させていただきますって。ひどいですかそうでしょうか。よく考えてください。 上司はあなたを馬車馬のように働かせるし、同期の男はあなたをいやらしい目で見ている。あんな場所に置いては置けない。大切なあなたの心が壊れてしまう。どうしてそんなことをするのかって。守るって決めたんです。あなたのことを。 あのオフィスの中で、たった一人、一人だけ、あなただけが、私の名前を呼んでくれました。名前を呼ばれるって、どんなに嬉しいかわかりますかみんな私のことを、警備員さんとか、君とか、ひどい人だと、おいって呼ぶんですよ。あなただけです。 私の目を見て私の名前を呼んでくれたのはだから決めたあなたを宝物のように大切にすると私は今日からあなただけの警備員です動画見てくれてありがとう。 ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聴きに来てねバイバイ